やっぱり夜道はあまり進めなかったな。雲が出てきたから仕方ない。本当に壁を破壊しても壁の方は始祖の巨人を行使しないのかな。今さら何言ってんだ。マーレの研究を信じろよ。そうだ、後戻りはできない。俺たちは明日壁を。はあ、なんだよ。まさか島の悪魔を殺すことをためらっているのか。奴らが何をやったか忘れたのか。俺たちは世界を代表して悪魔を裁くべく選ばれた戦士なんだ。すまない。え？ライナ、すまない。お前は本当は戦士に選ばれるはずじゃなかったのに。俺がお前を持ち上げたり弟を貶めたりして軍に印象操作したんだ。は？俺は弟を守りたかった。すまないライダー、すまない。なんで謝るんだよ。距離走であんたに負けたの初めてだよ。すぐにあの巨人を抑えておけばアギトを失わずに済んだのに。クソ、もうマルセルは帰らない。だって壁に近づかなければ巨人はいないって。もういい、帰ろう。アギトを探して帰る。どこかで人の姿に戻ってるはずだ。どの道マルセルの指揮なしじゃ任務を果たせっこない。待て、ダメだ、ダメだ。帰れない。このまま任務を続行するんだ。確かにあんたはこのまま帰れば鎧を剥奪されて次の戦士に食われる。私の知ったことじゃないけど。俺だけだと言い切れるか。三人とも逃げた責任を俺だけが問われるのか。自分たちだけは粛清されないと確信を持って言えるか。アギトの回収も得策じゃない。そいつがアギトの巨人を使って逃げたら俺らの巨人じゃ捕まえられっこない。そんなすぐに巨人の力が使えるわけ。お前はすぐに超大型を使いこなしただろうが。とにかくこのままじゃ俺たちはおしまいなんだよ。始祖を獲得しなきゃもう故郷には帰れないんだ。なんでその冷静さの100分の1でも発揮してくれればアギトもマルセルも失わずに済んだのに。自分の身を守るためなら私たちを脅すってわけ。 あんたがマガトに弁明しな。全て自分の責任ですって言え。何が名誉マーレ人だ、選ばれし戦士だ。マーレもエルディアも全員嘘つきで自分のことしか考えてないくせに。私もそうだ、生きて帰んなきゃいけないんだよ。悪いと思ってんなら死ねよ。罪をかぶって死ね。アイナは死んだ。マルセルが必要なら俺がマルセルになるから。もうやめてくれ。これが俺たちが故郷に帰る唯一の手段だ。帰ろう、みんなで故郷に。